の西野七瀬、25、が21日深夜放送の関西テレビ、グータンヌーボに、火曜深夜0の25、に出演。一人暮らしをする中でついついやってしまう、癖、を明かした。フリーアナウンサー、田中みな実、33、の、全裸で家事をすることがあるという話題から、全裸になることある、と問われると、西野は、お風呂の前後ぐらい。脱衣所以外ではなることはない、と答えた。誰かと住んだら見せられないみたいなことある、との質問には、トイレの扉をあんまり閉めない、と回答。すると、あるある、だったのか、田中は、一緒、と共感し、女優の長谷川京子、41、は、うちの子供と一緒、と明かした。ただ、西野は、お母さんがいる時でも、その癖をたまにやっちゃいそうになって危ない、と苦笑していた。